はい、おはようございます。 Be Life のマリコです。今回初めて本を出版することになりました。この本の中では私のライフスタイルや日々心がけていること、そして朝昼晩とそれぞれおすすめのヨガポーズなどを紹介しています。今回の動画ではその本の中で紹介しているおすすめのポーズを取り入れた朝ヨガを紹介していきます。朝凝り固まりやすい体をじっくりとほぐしながら内臓機能も高められますので、便秘の解消やむくみの解消にとても効果的です。一日を気持ちよくスタートすることができますので、ぜひ一緒に行ってみてください。始めていきましょう。まず正座の姿勢から、膝は腰幅程度に広げ、上体を前にリラックスさせます。腰から背面の力を抜いて呼吸を落ち着かせましょう。ゆっくり上体を前に、両手は肩の真下に大きなパーでついていきます。後ろのつま先を立て、息を吐きながら背中を丸くおへそを覗き込んでいきましょう。吸う呼吸で胸を開き、尾骨を後ろに、キャット&カウ繰り返します。息を吐いておへそを背骨の方に引き寄せ、肩甲骨を開きます。吸う呼吸で胸を広げて、少し斜め前上を見上げます。ご自身の呼吸のペースに合わせながらじっくり動いていきましょう。背骨一本一本を丁寧に動かしていきます。内臓も優しくマッサージされ、内臓機能も高められていきます。キリのいいところで背骨をまっすぐニュートラルに戻し、両手を前についていきましょう。背面を左右にゆらゆらとゆすり、背面のこわばりや緊張、肩周りリラックスさせていきます。中心で動きを止め、胸顎をそーっとマットの方に近づけましょう。お尻は膝の上に乗せておきます。きつい方は顎を引いておでこをマットへと下ろしていきましょう。背骨を通る多くの神経が刺激され、全身が活性化されます。さらにポーズを深めたい方は、指先を立てたハンズカップで胸顎と下にストンと落とします。背骨や肩周りの柔軟性も高まっていきます。つま先を伸ばしたら、お尻を下げ、チャイルドポーズへ。背中を丸く、上体を起こしていきましょう。縦膝になります。さあ、それでは右の足を横に伸ばしていきましょう。膝の真横、延長上に右の足が来ています。腰の高さを揃え、右の手のひら上向け、ももに添えます。吸って左の手を頭上に、背骨を長く伸ばし、吐きながら上体を真横へと傾けていきましょう。体側の伸びを感じ、呼吸を深めていきます。ポーズが安定しづらい方は、右の膝を立て、右の肘をももへと下ろして行ってください。さあ、体側脇腹と気持ちのいい伸び感じていきましょう。手を下げ、ゆっくり上体を起こして、足も戻したら反対側行きましょう。左足を横に、膝の延長上に足が来ています。
左の手のひら上向け、ももに吸え、吸って右の手頭上から背骨を長く伸ばし、吐きながら体を左真横へと傾けていきます。さあ、吸う呼吸で肋骨の隙間一つ一つへと呼吸を送り、肋骨のスペースを広げ、肺も自然と広がり、呼吸が深まっていきます。体側を伸ばすポーズは肝臓機能も高められ、消化も促進されやすくなります。はい、それではゆっくり上体を戻し、足も戻していきましょう。両手を前についていきます。四つん這いの姿勢から、後ろのつま先立てて尾骨を後ろに突き上げます。ダウンドッグへ、片方ずつ足踏みしながら、アキレス腱やふくらはぎ、膝裏、ももの裏側の伸びを感じていきましょう。伸びてきたら両方のかかとを均等にマットへと落とし、首頭自然と垂らします。呼吸しましょう。きつい方は膝を曲げて、腰から背骨をしっかり伸ばしていきます。吐く呼吸でかかととマットとの距離を近づけながら、全身の血行が促進されるポーズです。それでは両手の間に右の足を一歩大きく入れていきましょう。かかとの真上に膝のお皿が来ています。後ろの足は長いまま、膝をそっと下ろし、両手膝ももに添え、上体を起こします。息を吐きながら尾骨をまっすぐ下にストーンと落とせるところまで落としていきましょう。股関節周りの柔軟性を高めます。左の足鼠径部伸びを感じていきましょう。安定していれば両手を上に持ち上げて、背骨は長く、さらに吸って胸を広げます。気持ちも前向きになりやすいポーズです。両手を下に下ろし、お尻を後ろに下げていきましょう。前の膝伸ばしていきます。足首フレックス、つま先天井に向け、伸ばしている足裏全体に伸びが感じられるところにお尻を下げていきましょう。はい、それでは前の足を後ろに下げてチャイルドポーズ。一旦腰背面とリラックスさせましょう。背中を丸く上体前にします。少し腰を下ろしてアップドッグ。お腹の前前面を気持ちよく伸ばし、吐きながら背中丸くチャイルドポーズに繰り返します。吸いながら背中丸めて上体前、手首の真上に肩乗ったら腰を少し下げてアップドッグ。喉の前側も気持ちよく解放します。吐いておへそを背骨に引き込み、そっとお尻を下げて、さあ背骨周り柔らかくほぐしましょう。お腹の前側の伸びも感じて、上体を前にダウンドッグに移ります。足は腰幅、片方ずつ足踏みしてからでも構いません。さあ呼吸を深めていきましょう。両手は斜め前にしっかりマットを押し出し、腰から背骨長く伸ばします。きつい方は膝を曲げながらでも結構です。呼吸深めましょう。両手の間に左の足をそっと前一歩出してきます。前の足はかかとの真上に膝、後ろの足長いまま、後ろの膝そっとついて上体を起こしてきましょう。骨盤まっすぐ整えて、吐きながら尾骨を真下にストンと落としていきます。さあ右側鼠径部の伸び感じていきましょう。老廃物も外へと流れやすくなり、むくみの解消にも効果的です。安定していれば両手を上に持ち上げて、さらに吸う呼吸で胸を開きます。
さあ気持ちよく胸の開きを感じて、両手をそっと下に下ろし、お尻を後ろに下げていきましょう。前の膝伸ばしながら足首曲げます。足裏全体伸び感じていきましょう。はい、それでは上体前、後ろの足を前に持っていきます。足腰幅程度に広げましょう。膝を緩めて肘と肘をつかみます。上体ダランと垂らしてゆらゆら揺すっていきましょう。それでは両手を後ろで指組んで、組んだ腕気持ちよく伸ばしていきます。肩甲骨も軽く引き寄せ、肩の前側広げましょう。両手を下に下ろしたら、その手をすねに当てて、背骨長く遠く見て、もも裏もじわっと伸びます。吐いて上体リラックス、肘つかみ。両膝曲げたまま、そのまま上体を右側からぐるーっと回していきます。左側通過して、そのまま斜め下から真下。繰り返しましょう。同じ方向で動かします。さあ、体側の伸びも感じながら、おへそを中心にぐるーんと円を描いて、動きの中で体ほぐしていきましょう。切りのいいところで反対回しを行っていきます。ご自身の心地よいペース、タイミングで構いません。さあ、動きの中でよく内観しながら、ここ通るとき気持ちいいなとか、ここ通りづらいなとか、そんな感覚も感じてみましょう。動きの中で体をほぐしていきます。はい、それでは霧のいいところでだらんと上体下、吸ってハーフアップ、もう一度背骨の長さを感じましょう。吐いてリラックス、上体力抜いて膝緩め、ロールアップ、背骨一本一本下から丁寧に起こしてきます。最後に頭を起こして、両手を上に合わせましょう。吐いて胸の前に下ろして合掌します。両足を揃えて、最後大きく深呼吸、息吸って両手横から上、吐いて胸の前に下ろして、中心軸を整え終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。脳と体をすっきりと目覚めさせることができたかと思います。本の中では、この朝ヨガの他にも、おすすめの朝の習慣を紹介していますので、ぜひ、本を手に取ってご覧ください。